大相撲秋場所で二桁勝利が条件の一場所での大関復帰を逃した関脇貴景勝28イコール常盤山イコールが20日日本相撲協会に引退届を提出した近く日本相撲協会から正式に発表される慢性的な首の痛みで夏巡業を全休した貴景勝は相撲を取る傾向をしないぶっつけ本番で秋場所へしかし初日は御嶽海 2日目は王鵬に乾杯。王鵬戦後は、一生懸命やるだけと切り替えを強調していたが、3日目から休場。師匠の時は山親方、元小結高見杉は全球と、今後について高継承本人の意向を尊重する方針を明かしていた。大関在位30場所は、怪我の連続だった。新大関だった2019年夏場所で痛めた右膝に加え、 近年は首の痛みに悩まされ、持ち味の突き押しの威力を発揮できない取り組みが目立っていた。直近6場所中、解禁して勝ち越したのは優勝した昨年秋場所のみ。4場所で休場と苦しい土俵が続いていた。2019年の名古屋場所を全休して大関陥落した際は、翌週場所で12勝を挙げて大関即復帰を果たした。5年前のの再現の期待に対し 本人は年齢を重ねて、落ちたことは一緒だけど、中身はまるっきり違う。今後の困難な道のりを見通すような言葉も残していた。28歳での早すぎる幕引きだが、月吉の威力を追求して掴んだ優勝。